こんにちは、パタヤチャンネルです。今回は寒い今の時期に最高なパタヤでも食べられるバクテーの美味しいお店をご紹介したいと思います。ちなみに今回ご紹介しますお店はコメントで教えていただいたお店なんですけれども、前回下見で行った時にすごく美味しかったので今回ご紹介させていただきます。お店の場所はサードロード沿いになります。ノースパタヤとセントラルパタヤの間にありまして、スシローガーデンの数軒隣となってます。場所はちょっと不便な場所にあるんですけれども、見つけるのは比較的簡単じゃないかなと思います。お店の名前はバクテーサイウーンと言いまして、毎日昼の11時から夜の0時まで営業しています。もう店名に書いてある通りバクテーが売りのお店になりますので、今回もそのバクテーをいただいてきました。そしてバクテーと言ってもなかなかピンとこない方多いと思うんですけれども、漢字では肉骨茶と書くんですけれども、マレーシアやシンガポール発祥の料理になってまして、土鍋で食べる煮込み料理で、漢方的なものを使っている薬膳料理のようなものになります。ただこちらのお店、前回来た時にめちゃめちゃそそられるメニューがありまして、それがこちらになります。骨付きの豚バラを煮込んだ山盛りのスープなんですけれども、見栄えがすごいので動画的にはいいかなと思ったんですけれども、まあ、今回はですね、店の一押しの料理をいただくことにしました。そしてお店に入った時に先客のお客さんが一人いまして、途中デリバリーの注文が2回ぐらいありましたので、まあなんとかかろうじてやってるかなといった現状だと思うんですけれども、正直この今のパタヤの現状でお店を潰さずになんとかやっていけてるお店というのはかなりすごいと思います。そしてメニューの方をご紹介したいと思うんですけれども、まずこちらのお店の一押しがやはりバクテーになります。土鍋で提供される料理になるんですけれども、豚肉のいろんな部位や野菜やキノコなどが薬膳スープで煮込まれているというもので、 S サイズで100バーツということで、まあ、そんな安くはないんですけれども、今回はこちらをオーダーしました。そして最初にもご案内させていただきましたポークボーンのスープなんですけれども、こちら左側がピリ辛で右側が普通だと思うんですけれども、最初に紹介しました山盛りの垂れ幕の写真はこの左側の XL240 バーツのものだと思うんですけれども、なかなかのお値段でした。そしてこちらのカオカムー豚足煮込みの方もお店のおすすめのようで、僕より先に入ってたお客さんはこちらを注文して食べてました。そしてめちゃめちゃ気になってるのがこちらのシーアスパラガス300バーツと書いてあるものなんですけれども、てっきりですね、僕自身ホワイトアスパラガスと勘違いしてたんですけれども、ネットで調べたところ厚岸草というものだそうです。まあ、日本語で聞いてもちょっと何かよくわからないんですけれども、めちゃめちゃ興味があったんですけども、300バーツもしますし得体が知れないものだったので今回は食べませんでした。もしこの厚岸草というものを食べたことある方いらっしゃいましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。それ以外にもいろいろとメニューはあったんですけれども、まあ、どれもタイ料理もしくは中華寄りのタイ料理が中心かなといった感じでした。飲み物はカラフルで甘そうなお茶系が20バーツで飲めるんですけれども、テーブルに無料の水も用意してありますので、今回はですねこちらのお水を勝手に氷をもらって自分でついで飲んでました。そしてテーブルの上の調味料なんですけれども、七味のような缶の入れ物があったのでもしかしたらと思ったんですけども、こちらは胡椒でした。それと今回は使わなかったんですけれども、手作りのチリのペーストも置いてありました。では作る方も撮影させてもらいましたのでご紹介していきたいと思うんですけれども、まず大きな鍋に真っ黒のスープが作られてました。中にはいろんなものが入ってまして、確認できたものはニンニクとか椎茸、あとこの右の布に包まれたものは漢方か何かがくるまれてるのかなと思います。このスープをベースにいろんな具材を入れて土鍋で煮込んでいくという料理になります。先ほどのスープに入っていた椎茸を取り出して切ったりだとか、あと湯葉もこんな感じで切ってました。
と缶詰のマッシュルームも入ってたんですけれども、意外にこの缶詰のマッシュルームタイだと高いんです。これらを全部細かく切って先ほどの土鍋に入れます。豚肉も3種類入るようで、骨付きのバラ肉と、あと骨が付いてない豚の塊肉と、あとホルモンのような臓物系も少し入れてました。それに多分クコの実だと思うんですけれども、加えてさらに煮込んで、その間に野菜をカットして上に乗っけてさらに煮込みます。そして最後にえのきを入れて、これで煮込んで完成となります。そして出来上がったのがこちらの熱々の土鍋のバクテーになります。シンガポールとマレーシアでバクテーの味がちょっと違うんですけれども、こちらのお店のバクテーはマレーシア寄りのちょっと黒いスープになります。そして付け合わせの野菜がサニーレタスのようなものと、あとパクチーがついてました。そして絶対外せないのがこちらの白ご飯になります。一皿10バーツです。野菜もかなりいい感じで煮込まれてました。具がですね、本当にたくさん入ってまして、全部で10種類以上は入ってたんじゃないかなと思います。スープの色も濃いのでかなり濃い味なのかなと思われるかもしれないんですけれども、全然そんなこともなくって、タイの人にはちょっと薄味かなと思うんですけれども、日本人にはちょうどいいぐらいかなと思います。いまいち正式な食べ方はわからなかったんですけれども、おばちゃんに確認したところ、このタレを入れる皿には醤油を入れてくれということで入れたんですけれども、味はちょうどよかったので結局使いませんでした。でこの付属のレタスとかパクチーどうやって食べるのかなと思ったんですけれども、これは多分タイスタイルだと思うんですけれども、ラーメンのようにスープにぶち込んでいただきました。そしてあんまり行儀は良くないかもしれないんですけれども、どこかのブログでご飯を中に入れて食べると美味しいというのがあったので、もうこの際ですね、ご飯もぶっ込んでおかゆのような感じでいただきました。骨付きの肉も箸で掴んだだけでポロッと取れてしまうぐらい煮込まれてましたし、スープもご飯を入れたら全部吸ってしまったというのもあるんですけれども、あんまり塩分強そうだったら飲みたくないなと思ったんですけれども、すごく漢方的な味で体に良さそうだったので、スープも一切残すことなく美味しく最後までいただけました。以上、今回はパタヤでは珍しいバクテーの美味しいお店をご紹介させていただきました。最初にも伝えしましたが、今回はコメントで教えていただいたお店の紹介になります。今年は皆さんのおすすめのお店もどんどん行きたいと思いますので、ぜひコメントで教えていただければと思います。現在パタヤがこんな感じなので、まだそのお店がやってるかどうかの確認と実際に食べてこようと思います。ただですね、人によって味覚が違うので何とも言えないんですけれども、自分的にいまいちだった場合は動画にはしませんのでご了承いただきたいと思います。ただ結構僕自身は何でも美味しいと言っちゃうのでハードルは低いと思いますので、ぜひコメントいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。